残雪があちらこちらに見られます。さあゲートが開いた、飛び出した10頭、行くのは何か。いやー、琵琶林での白い花面がなんとも鮮やかです。そしてルーブルアクトが出ました。オレンジの帽子ルーブルアクト、うちの方から赤い帽子日本ピロナーリー、竹豊でありますが、ルーブルアクトとそれから日本ピロナーリー、そして早くも6番の琵琶林秀、ゼッケン6番、鮮やかに琵琶林秀が悠々と堂々とついてまいります。一頭何か違う馬を見ているようであります。阪神競馬場、寒い中詰めかけたお客さんから大歓声が上がりまして、岩林で抑えきれないといった感じで早くも2番手に上がりました。日本ピロナーリーが3番手、果たして関東の刺客ライスシャワーはどこにいるのか。5番手ぐらいでしょうか、ライスシャワーです。10頭が縦1列になりました。もう一度先頭から整理しておきましょう。先頭は7番のルーブルアクト、そして6番のビワハヤヒデ、久しぶりのレースでありますがちょっとかかっているのかな、気持ちよく走っているビワハヤヒデであります。さあ縦に向かって抜かりなしか、ビワハヤヒデ、足毛伝説の継承者ビワハヤヒデが現在2番手、そして3番手内を通って3番の日本ピロナーリー、1番のAMハリケーンが4番手、外から青い帽子がいった60キロのライスシャワーでありますが、青い帽子ライスシャワー、今日は早々とビワハヤヒデを徹底的にマークする構え玉とバクシュ、手が動いている。さあその後ろでありますが、その後ろ1頭ポツンと5番のウィッシュドリーム、この馬の追い込みも怖い。さあその後ろ4頭でありますが、2番のヤマニンホックス、それから9番のシグノランボー、10番のマミーグレイス、8番のタマモモノノフがいる。さあ前を見よう、前を見てみましょう。ビワハヤヒデ、7番のルーブルアクトの外へバタイを合わせた、馬体を合わせたビワハヤヒデがいつスパートするのか。日本ピロナーリー、ライスシャワーが外から3番手に上がってきた。ライスシャワーの青い帽子、的場の右口が飛んでいる。的場の右口が飛んでライスシャワー3番手、ビワハヤヒデは2番手。ビワハヤヒデの白い馬体が踊っている。さあかわしにかかるのか。かわした岡部かわした、ビワハヤヒデ持ったまんま、ビワハヤヒデ持ったまんま、あの東海帝王を思い出す。ビワハヤヒデ持ったまんまで差が開いた、ゴールまであと100メートルだ、ゴールまであと100メートルだ。白い馬体に投資が、そして白い馬体に投資が見上げて、ビワハヤヒデ快勝。2着にルーブルアクト、春の天皇たたえ抜かりなし、春の天皇たたえ抜かりなし。